はい、立ちはおこんにちは。シャーメです。本日もマージマンションやっていきたいと思います。さてさて、最近なんかログインするとね。最新の？進行度の場所がね。なんか？表示される。前ね。必ずあのガレージの前だったんだよね。この辺アプデが入ったのかな？前ね。ログインすると必ずよ。しよ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 。この辺。 前、ね、この辺が必ず表示されてたんだけど、ログインすると最近は、なんか、この間ここやったなっていうところがなんか表示されてる。さて、昨日からですね、あの、ほぼほぼもうあの、30時間ぐらいね、昨日の動画の時間から経ったんですけど、進んで、いや、進んではいる。進んではいるんだけど、あの、 何にも収めれるものが何もない何も収めれるものがないのだちょっと待ってくれえっとねまずはまずはちょっとこの無料のものをね回収しまして半端半端売却 えっとまずは作りたいんだよ塗装ローラーをでもこのこの上はちょっと今日は無理そう <laughs> あの電動ドリルは今日は無理そう塗装ローラーいきますか多分その過程でネジネジボック というかネジマックスが1個ぐらいはできるんじゃないか予想ねあこれ合掌しようか意外とねペンキこのペンキ缶もネジもあんまり出ないんだよねあごめんなんでもない出ましたあ出ないっていうと出る説 <laughs> 出る説を押していく ちょっと待ってね。えー、っと、ここで慌てるとね、間違えて下のロッカーとかを叩くからね。よくやるんだけどね。冷静さを書くと、あの、違うことをしだす。えー、っと、待ってよ。危な。危な。 すぐねなんかロッカーをタップしたくなってしまうんだよねなんでだろう道具箱下にしといた方がいいのかないやどうなんだろうイベントやりたいねイベント <laughs> 何をやってるのかとうんもうまあまあ体力使ったよ ままあまあ使ったよえっとねこれの上ねよいしょえー、っと87までできたようんうーんちょっと待って今日デイリー何があるデイリーデイリー見せてくださいえー、っと 便器は関係ないさようならうんよいしょよいしょなんかお金もこの水晶玉も経験値も惜しい これを欲張りという <laughs> ねどれも惜しくなってくるよねこう惜しいっていうかあれだねあのいわゆるあのもったいない精神ですねネジちょっと待ってさようならうーん ネジよしよしよしこれでいける意外ともうねあれだね塗装ローラーそんなに何日もかかるタスクじゃなくなってきたねさあ窓の外枠を修理する外枠からはい 外枠うーんもう次回かな次回だなこれはあれあそうか上にあったのが。 回収さうんーまあ回収しとこうさあこちらのデボラさんのミステリーの方もですよとうとう39までいきましたね45までいければまあ満足ですね満足ですけどもいけるよね でも、一日一レベル上げていけば、まあまあ、いけるじゃろうという。いや、これでたどり着かずに当日ナいとるかもしれないうえん。ウェーンって <laughs>。さてさて、あ待、ま、って、100超えてる。さっさと使おう。よし。100超えてるとね、もう、それ以上何も回復しないから、大変損した気持ちになるんだよね。え <laughs>、やっと地図できたな地図なんか一個ぐらいもう、ダイヤで出していい気も。 ちょっとしてきた地図がねなかなか出ないんだよね <laughs> でまず地図を作るのってまずはこの公開用具を作らなきゃいけないんだけど公開用具を作るためにはこの家の中かなこっからランダムドロップのロープを集めていかないといけないんだよね いやーもうなんかあんまり進んでないな、我ながら。いや、さすがに30時間程度ではね、あの、あんまり物事は進みませんな。うん。もうちょい。あーっと、待ってよ。えー、っと。 これもういけるんちゃういくぞ破れたクーポン券レベル2で衣装店のクーポン券レベル3そしてハロウィンの衣装のクーポンレベル4お祝いにふさわしい衣装を手に入れましょうさあこれやっと最大見れるよどっち開ける上かなおお 海賊の衣装が欲しいなあッキー衣装店だ眼帯は売ってるかなハロウィン時期なら売ってるかも780780これは475円これは280か280か 悩む数字ではあるな <laughs>。あ、その前に何が出るかが大事だよ。何が出るか。そこから。あー、これね。これね。一応、現金で買えるやつ。現金じゃない、えー、っと。イベント内コインで買えるやつだね。あ、そう、買ってない、今日のやつ。 無料の電池と250うんそうするとそんなにかな <laughs> こっちの方が安いもんね40とかだもん電池フックえ四40か。 でも最大まではまだ40か40ぐらいなら使っちゃおうかなーなんて <laughs> えいっ65ちょっと待て衣装ってどれくらいだっけうわーでもせっかくならちょっと1回ぐらい使っとくか1回ぐらいねあのちょっと今後はこうわきまえよう ここがわきまえていこうこれはちょっとさすがにスキップえー、っと作っちゃったんでこれもこの辺も開放していこう灯台できたけどまだ何もできんそしていやーなんかダメだダイヤをダイヤをポンポン使ってしまった よいしょとはいえまだ金貨だけなんだよなうんこんなものかこれってさ6 32待ってよ2の481632だよね32個の机の違うえっとこれか結局32個のこの 地図を作らなきゃいけないだけど何個のこの箱公開用具を作らなきゃいけないんだろういえ逃走だなこれあとりあえずこれを作っていこう何タップぐらいできてたのかもうカウントしてなくてわからんな うん、いやでももう今日はとりあえずこの衣装店レベル5ができたのが満足下手するとこれも見れずに終わるところだよねいやまだちょっと日はあるか6日いいあるか6日あるけどもだからもたもたしてるとあのななんか見れずに終わりそうだからね結構出るね あじゃあ下手なことしちょっとお金使わんきゃよかった。<laughs> ダイヤ使わんきゃよかったかも。結構出るもんね。まあいいやそう、勉強代、勉強代。結構出ない。どっかで一回読み込み待ち時間入るかな。 うん、よいしょ,ょ今日も喉がねちょっとガラガラガラしてるこれもねこの時期の花粉であるブタクサかな多分あれのせい他の時期はね割と大丈夫なんだけどいやでも この去年今年か今年はなんかでも6月ぐらいなんか結構調子悪かったからいやでもアレルギーって増える減ることって基本ないらしいんだよね増えたかな杉はまだ大丈夫だと思う杉花粉は多分まだ大丈夫 間違えたね<ん>、うん、えー、っと衣装店ってこれひょっとしてずっと持つそうこれずっと持つかどうかいや違うなこれチケットがもう一個あるってことはどっかで崩壊するよこの衣装店あお店が潰れるお店がどこかで潰れるっていうことでよろしい 違うのかなえどこで2店舗になったらおかしいもんねさすがにいやそうそうかもうこれで真ん中なんだなきっとで多分同じぐらいだけ待った後でタップできてそのあと崩壊するんだと思うんだけどんなるほどでも衣装は1個できるぐらいは多分。 衣装っていうかこのレベル8までできるくらいは多分余裕で出るっぽいっすよいしょいやでもこの辺見てると本当なんかアイテム欲しいよねリアルで回収これはメインボードに行くのかなさすがにこの茶色の 宝箱に関してはと信じたいけど止まってしまったえっとさ約30分待ちかなよいしょ うんこっちも衣装ができたよ衣装は2種類ある若干混乱するなうんスキップ待ってよまだ金貨の袋2つ集めないと次が見れない イコール回収できないってことなんですよ62しょっぱいたまにお金出てくるねあもうもう切れたさあじゃああと40秒待って どうする今日無限を使うべきかそれともこの面積を取ってしまっている黄色い体力玉体力100を使うべきかいやーでもこれあと何あと余裕でまだ4つしか作ってない状況4。 違うな、5、6、7か。7個作ってある <laughs>。あと30灯台作らなければ。十だ二29灯台作らないと <laughs>。これ無理じゃないか <laughs>。灯台29個。つまり地図を29枚。青いあの、ボックス。これが何個いるか。 1>, 1ボックスで1地図作れないもんね多分2ボックスで1地図ぐらいいや分からん把握してないんだうーんじゃあ1個使おうじゃあこの これってあんまり回数なかったっけうん。回復したはいいけど、全部待ち時間になりそうな、よろしくない予感がする。うーん。 中スキップさすがに400は出せん <coughs> さあお金もこれも待ちうんどうしようかな乾電池は一応完成形を1個 ゲットしている金属探知機作るか宝箱もねもうちょっとでできちゃうんだよね探知機だ作るんだ上の辺ちょっとなんだかなんとか整理したいなこれ横にすべきか 並べるのをねなんかうん自分的にはちょっとなんかこの並びねあの上から並べてるのと横から並べてるのでぶつかってるところがもうぐちゃぐちゃになるから悩みどころいやで今更横に並べるのだるいな <laughs> だるいなどうするかなまあとで考えよう。 ちえっとまずはじゃあこれだね探知機作ろう探知機作ったらこれ逆にしとっかいやこうだな探知機を作って がが散らばるのが嫌だなどっかで横に直すか全部縦にするかどっちか横の方が多分アイテム量的にはいい気がするあの今日ものすごい何度も救急車が行くんだよね何があったんやろ いや多分全部,あの全部別件だと思うんだけどね。今日別に特に何にもなさそうだけど。うん。謎。よいしょよいしょ。うーん。青箱早くできてほしいな。青箱ができないと。 結局地図ができないんだよね。地図がないと灯台ができない灯台がないとこれ最大なんだかわからんまま終わる今んとこ最大がねもう分かってないのはこの灯台シリーズだけなんですよやったね <laughs> 桟橋とボートまで。 多分全部いやそうか金貨も最大が分かってないこの2点ですね金貨の最大とこの東大シリーズの最大この2つが今ブラックボックスよいしょで探知機できました ついでにこれもできてえーっと電池があるんで入れます探知機で探します宝箱がないので。 宝箱を作りましょうよし、じゃあ宝箱じゃ宝箱じゃ机ができそう <laughs> とても机ができそうな予感 いやこれここにいやどこに置くべきどうあるべき急に出だしたなんか自分の感覚だとこの謎の宝箱シリーズとこの アンティーク家具シリーズだと出現率3こっちが3ねアンティーク家具が7に対して宝箱3ぐらいのイメージなんだけどちゃんと数えたことはないあの個人の感想ですでできました 鍵入れます開けます。あ、待って、これ使い終わったら何が出るっけ最後、消えうせるんだっけもうだんだん何から何が出るのか分からなくなってきた。すぐ記憶を失うからね。自慢じゃないけど。 うん、でこれはこのトルソーかなトルソーに引っかかっている衣装が出ます待ち時間になってしまったうーん もうなんか物がこの置き方が自分で気に入らないどれくらい出るっあっこんなもんか。 2位8にしたいな <laughs> せめてでもここで時短使うのもんかちょっとアホらしいうんまあ長くて1時間待ちでこれも40分待ちうんでこれは12分待ち 宝箱いやまずはこっち作るかうん探知機をね探知機を作ろうなんかもう置き方を絶対にこれねミスってる。<laughs> でも今から横並び並びに直すの面倒だな。40分待ちか。あ、じゃあ今日の話をしよう。今日はですね、お休みだったんですよね。お休みだったんで。まずは、まあ、いろいろ家のことやって、 今日はもう布団干しちゃったよ布団干しちゃったんだけどあのこの時期の花粉がさこの時期の花粉がダメだからさあの布団干してポカポカでわー気持ちいいーってのはいいんだけどあの花粉が多分ついてるんだよねそれでねあのちょっと喉がガラガラしてますでもお布団干すと気持ちいいから <laughs> いや布団乾燥機もあるけどさやっぱり干すのにはかなわないよな <laughs> 布団乾燥機はなんかやっぱしょせん乾燥機かなっていう。 よいしょえっとこれ多分あとで崩壊するよねこの右下の辺はちょっとねあとで崩壊するコーナーね後であとで崩れ去っていくアイテムたちこの辺どうするかな やっぱ横に並べるべるきだなこれそうは思いませんかうーんいやちょっと待ってよじゃあ乾電池あーぐちゃぐちゃになりそう うんいっそこの辺を右にやっちゃってもいい気がするなこの辺をこうこう。 いやーお金これはシリーズの数の割にシリーズの割にラインが少なくてだってもお金で一列使うとして。 で宝箱で1列アンティークで体力とお金では同じ列ででこれは海賊の船長の衣装シリーズこっちは海賊の衣装シリーズでこれが冒険の計画シリーズであこれこっちにやっていいかこういうことだよね 電池ここに置いとこうか。電池ここ。いやー。うーん。こうか。いや、で、まだあるんだよ、この。このシリーズ。公開記憶シリーズ。サンフシストボ。 「究極の海賊の財宝」シリーズでこの辺のその他のもので探知機シリーズラインが足りないんだよラインが <laughs> どう置いてもねどう置いても来るしいこうするかちょっとこれ L 字型になってるけど あなんかちょっと自分の中で違うって言ってるけどうんまた後日考えようあ違うよ97ってなってるからさあじゃあもうちょい宝箱作っいやできれば机作りたいな机アンティークデスクを このシリーズも送らない。この辺でいいか。うん。なんかね、納得すごいってない。この、この配置。ちょっと違うんだよな。違うんだよな。やっぱ、メインでタップするものはタップしやすいとこに置いときたい。もっと下だと思う。 もっと下だと思うんーうん <laughs> いやっと。どう これをこう置いていくのが間違いなんだけどこの辺いやもうちょっとこのこの辺はもうあえて、ま、あの時短使わずに次に次の動画で開けていこうそれがいいうんもう一個上 よいしょいやもう一個やできない気がするんだがこれいやーでもなーメインやっとる場合じゃない気がするんだよねさすがにメイン今フラってやったら。 たぶんあとでうわーあんときやっとけばよかったーイベントーってたぶんあとでぐぬぬーってなってると思うんだよ違うかなよしちょっとすっきりしてきたね画面がね一回ここにずらして なんか隙間にあのドロップしたものが入り込むのがなんだか嫌だ電池出た電池はやっぱりレアドロップだねよいしょよいしょなんかたまに なんか思ったんじゃないものが引っ張られてくる時がある。こう。よし。<laughs> あと32か。 よいしょ9 6 <laughs> どうしようかな無限使うほどじゃないかな今日は今日回復してやったしな2回もあ多分まだ残ってるよね さあ、鍵がないよ鍵がないぞちょいと待ってねよし、じゃあ鍵を探しに行こうえー、っと金属探知機 これ狭いな <laughs> うんなんか配置をミスミ,ミスってる気がするな <laughs> 一回ここに並べよう <laughs> いやもうこれもなんか違うな <laughs> こんな毎回移動させねばならん <laughs> 配置にはしたくないのだが <laughs> 何がベストなのか うん、スキップさあ体力がなくなりましたがどうしようか回収もう一回復取得はいこれやったら終わっとこうさすがに。 これで78で最大だねよいしょよいしょよいしょ探知機あでも電池がない43いるのは5電池がないそうだ いやあ、恐ろしい。金属探知機を見つけても、電池がなければ何もできない。そう、スマホを持っていても充電がなければ何もできないように。悲しいな電池がないスマホなんて、なんかただの何かの板だもんね。ただの。 ついいてないブラウン管と同じようなもの。えー、っと。よいしょ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 。でこれができて初めて灯台灯台へのねわずかなこの道ができるわけですよ。 ちょっと待って、ね、ちょっと文字を読むねコンパクトにしたくてよいしょよいしょよいしよしこれあれだいろんなことをやらなきゃいけないから体力めちゃくちゃいるよね。 はい、ここで止めとくかえー、っとこうだこれを電池電池がこれ邪魔って言っちゃダメだね <laughs> あのこれがないとお家に戻れないゲートで恐ろしいこれはここに置いとこう あのゲート怖いよねどういうシステムかわかんないけどさあのゲートをくぐって我らはこっちの世界に来ているわけだがこのゲートがなければ家に帰れないのでは。って4 7な,ない。 街で地図いやーでも地図が1個できたらレベル4がやっと見れる感じか遠。遠い遠い。金属探知機を作っていや待って金属探知機を作って鍵をゲットして宝箱も開けなきゃ。 えー、先は長そうだあと37だって体力あこれ回復してるよし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 これねだいぶコンパクトになるのと経験値がまあまあ入る合成するたびにね経験値入るのはありがたい回収した時に配断となると だいぶシビアだよね。よし。いやーでもこの先の金貨の袋まで行っていやこれ行くわ。これグレードアップしたら今日は終わりじゃ。いやでもこれで船はゲットですね。行きましょう。よし。 海賊船はあなたのものですさあこいつはすごいやどんどん海賊船らしくなってきたぞ僕もそう思うよ作業は順調だね次は千尾楼千尾ロ看板の準備をしないとね千尾楼何それ千尾ロ看板文字通り 船のの後方にあるものさいやそこまでこだわるのはやめておこう次は色塗りだ色塗りせんピロベロベロバーンなんちゃってさあレベル30に到達し海賊船をデコレーションとしていつでも飾れるようになりましたさらにイベントを進めて海賊船をアップグレードしましょうやったねいやこれでもう我がものですよ このさ道路の脇のとこってさなんか海外のお家ってこの道路から引っ込めてこの門とか塀作るけどここも自分のものなのなんかよう見かけるじゃんこういうなんか家の前の謎スペース これ不思議だよねいらないものなので売るうんと、まあ、38体力だけあるから出せるものは出しておこういやーでもこれで一安心やとりあえず船は得た。 船は得たゲットですこれがあと9秒で回復するよ無限は明日使おうね電池は明日には手に入ってるといいなっていうところかな「括弧希望」 あんまり持たないね。このトルソーの海賊の海賊の船長の衣装か。うん、あと24だって。メインタスクってどうメインは、あ、たまって。茶箱開けてない。完全に忘れてた、茶箱。 メインタスクのいや茶箱開けよう三四これはいらない56789ちょっと待ってねいっぱいになる前にこれ しま、いや単数いやしまっとこう1011121314151617 十九二十二十一二十二うーん <laughs> うーんうーんちょっと待ってよそっかなかったっけあの。 種はこのしましまのいやどっかにあった気がする多分地下にあるかもかもねかもないかもこれは回収じゃなうんこの辺は後で考えよう。 あなんかちょっと元より狭くなったな <laughs>。いやー仕方ない。残りの二十六で。ちょっとこれの。まあレベル七ぐらいまでは作るか。うん。 このケーブル作りかけってそうか電池がどうなんだろうと思ってどうだっけな電動ドライバーって乾電池が2個いるんだっけ そんな気がしたけど違ったかもしれないあと体力3いや下手なこともうしない方がいい気がするもう変なことするなここまでじゃもうこれは回収じゃよしじゃあちょっとこれ半端だけどこれ以上なんかするとスペースだけ空気がする 待ってまだ回復できるかこうやって伸びていくんだないやでもまあ次回にしようかな回復も含めて次回だというわけで今回はここまでにしたいかなと思いますいや今日あたりね海賊のイベントのガレージ美化計画でサブイベントのんイベントのサブイベントが ポイントを助けてくれるサブイベントが始まるんじゃないかと思って今日ちょっと録画の時間を遅らしてみたんだけどだけれどもちょっと始まらなかったどうかな明日明後日くぐらいになんか始まるんじゃないかなって勝手に考えてるんだけど違うだろうかわ <laughs> からない,いやとりあえずまあレベル30まではいったんで まあこのね木造の船でカラーリングしてないのもこれはこれで味があってね割と好きなんですけどねあこれ飾るときさ段階が選べたら嬉しくないいや自分だけかな <laughs> このねちょっとナチュラルな感じもね嫌いじゃないんだよね色ついてるのも絶対可愛いいけどその日のこの日の気分によって飾るものの段階を変えたいできるのかな難しいかもしれない もいやというわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。